朝まずめ場所を変わってきたようです。ユッキーさんとか今日初めてエギングするらしいですよ。ほんと？はぁ、ギガーズラックも保険ですね。え、竿買ったと？今日初おろし？今からどこ行くんですか？あっち一人でめちゃめちゃ人おるやん。お、なんか上がっとるよ、向こう。なんかちょっと映させてもらおう。引いてますね、なんか大きいのが。お、なんか大きそうですね。ちょっと魚を取らせていただいてもよろしいですか？ムービー取らせてもらっていいですか？なあ、イカですか？タコですか？タコや。うわ、でっか。タコや。タコですね。でかいですね、これまたタコ。はあ、足が太っ。タコもいるんですね、ここ。でかい、これタコでかくないですか。はあ、すげえ。うわ、でかっ。でかい。おお。すごいですね、でかいですね。大きい。足がめっちゃ太。泳がせですか？そこものはそこものやけど、あのタコとは思うの。まだこうと。まだこう。え？1キロ超えてる。おめでとうございます。ます移動しますか？うん、アクアさんですよ。向こうさん行った。アックン、場所移動しようかって。軍艦島、初めて見たってハムスター。これが軍艦島だ。男のロマンが詰まってますね。かっこいいよね。はい、また人多いね。外側の方が釣れるんじゃないですか。なんでこんなおらん。あれ、なんていうか、らしい使い方でしょ。また場所が変わってる。完全に弾丸やね、バルコちゃん。ネット出てるんですか？どう、バタマの二人は。あらら、本当なんかヤブコギが始まったよ。本当だ。もうすごい。これ誰か住んどったんじゃない？これ。我々は帰れるんですか？帰れんかもしれん。もう出た出た。一気に開けたよ。キャンピングカーがあってよかった。ね、本当。後でお昼寝したいです。いやいや、釣ってくださいよ。そうでした。こっちか。あれ？行き止まりやん。あ、やっと出た。いいですね。こんな1台あったら何でもできますね。もう完全に家族化ですね、この家の中は。お、なんか飛び出てきましたね、このフライパン。今までこれで何でも作ってきましたからね。何したんですか？あ、お、これは久しぶりの陳健一じゃないですか。本当だ。というか陳健一郎とかになるの？どんどん入りますね、ベーコンは。この分厚いベーコンが美味しいわけですよ。ホトバキッチン2作目。いつまでホトバキッチンなんだこれ。なんかもうそんな感じ言わざるを得んですよ、これ。この隣はすぐハトバです。皆さんが釣っております。キャンピングはやっぱいいね、こういうことができるけんですね。これがレンタルできるっていうのはいいですね。そういう時代ですね。時代はこういうことになっております。まずバンズの下にバターを乗せて、はい、これ何ですか？これ、これはハンバーグ。あ、もう見た目そのままですね。見た目そのまま。わあ、いい匂いしますね。ベーコンだけでいただきましょう。はい、熱いよ。はい、熱いよ。あ、ちょっと熱いよ。熱いよ。あ、さあ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 、本当に熱い。熱いよ。ベーコンの分厚ければ分厚いほど美味しいと思う。お、アシスタント完璧ですね。そうですか、よかった。刃物も使う。これカメラ1台じゃ落ち着きませんね、この2人でやられると。なんか入ったぞ。バーグが入ったぞ。これ持ち運びとかあちこちに持ってってさ、
でね、この鍋が閉まんない。あ、閉まるのぐらい。そういうのはキッチンドリンカーって言うんじゃないんですか。はたばキッチンドリンカー。おお、うまそう。ありうま。いいね。乾杯の言わずになる。キッチンドリンカーです。はたばキッチンドリンカーです。またナイフ。しゃれてるんですよね。家から持ってきたらこうなるみたいなね。楽しそうに作りますね。楽しそうに。すごいことになってますね。これで包むんですか。キャンピングカーの中これが包むっていうか。ああ、なるほど。なんでしたらバターしっかりしと染み込まないよ。そうです。釣り講座っていうか料理講座みたいになっとですね。うまそう。うまそう。おー、いい色になってますね。やべこれ。おー、うわー、やべ。すげー。あの今から何を作ってるかというとチヌの餌です。あ、チヌの餌ですか。あれ、これ足元ではこれハンバーグとパンがあるということは。そうです、ハトバーガーです。ハトバーガー HBK です。 HBK これ美味しいよ。これこれね、編集所とはお腹が減るっちゃうね。アクア飯もやけどね。無駄にね。そう、1時間目持ってきてくれるんですよ。それを1分間にまとめる僕の気持ち。お腹空くんですよ。元祖ハトバーガーキング HBK です。うずらのね、卵の味付けバージョン。これは料理と関係あるんですか。関係ない。あ、関係ないの。これおつまみ。あ、なるほどなるほど。レタスも出てくるぞ。ベーコンがありますか。そこもまっすぐです。出てきました。これ何ですか。これレタス。レタスもう用意されとる。2種類。これは青虫じゃなかったっけ。やめてママ。やめてやめて。もうママちゃんにも冷蔵庫でしょ。本当に青虫かと思ってよ俺。ママが開けるけん。来た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 。レタスもこれ大容量やないですか。レタスはね、溢れるぐらいがちょうどいいとよ。あ、アミネル溢れる。レタ名言、溢れるぐらいのレタス。ぐる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 。ミックストマトの完成しましたね。とうとう乗った。お客さんが待ってますよ。お客さん、ね、お客さん乗った。はい乗った。はい乗った。やべえこれ。これ一人今日3000キロカロリーみたいな。まずいはずがないよ。全国の小中高校生、おばあちゃん、おじいちゃん、世界の人たちも美味しい。そう、これなんですか、さっきの青虫。そう、ピクルスだけど。だ、どんどん、これピクルスじゃあ、ピクルスどうする？2枚、3枚で、3枚注文まで聞いてますね。さあ、3枚です。胡椒ですね。しもり玉かと思います。本当に胡椒何を言ってるんですか。ソース。うまそうやな。お、ソースも入った。ちょっと油がね、通常の5倍。5倍。6000カロリー。6000カロリー。かけー。入っちゃう、入っちゃう。うわー。わー、乗ったよー。いい効果音やったね、シンバルで。ほい。刺さった。ほい。うわー、刺さったー。何ですか、これ。ピナキオですか。ピーターパンですか。いらっしゃいませー。あさり具合どうですか。ひどいな。ひどいよね。さあ、食べましょう、食べましょう。はい。どうぞ。なんか刺さってる。なんか刺さってる。いただきます。こんなにボリューミー。かわいい。綺麗ですね。お分かりですか。綺麗ですね。